聴者の皆さん、改めましてこんにちは。この動画はイマジンチャンネルの創造動画。第42弾、プールでの泳ぎ方というテーマでお届けする動画です。このイマジンチャンネルの創造動画、何も画面に映っておりません。大変申し訳ございません。YouTube コンバットサービスとか MP3 とか、そういうものしか出ていないと思います。申し訳ございません。声だけではございますが、あらかじめご了承ください。また、まだイマジンチャンネルの創造動画初めて聞いた方、こういう方もいると思いますね。そういう方ぜひぜひ、イマジンチャンネルの創造動画第1弾のイマジンチャンネルのご紹介というところを、クリックしていただき、再生していただければと思っております。よろしくお願いいたします。イマジンチャンネルの創造動画第1弾、イマジンチャンネルのご紹介、ぜひご視聴ください。お聞きいただきたける方、絶対とは言いませんが、ご視聴ください。それでは、このテーマの、このテーマについての話を、もう間もなく始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さん、もう題名にあったようにとかそういうの言いません。皆様、プールで泳ぐこと、プールじゃなくても別にいいですけど、ちょっとプールで乗って題名、泳ぐことは好きでしょうか？視聴者の皆様の今いろいろな答えが私に何か届いた感じが、実際届かないんですけど、まあ、比喩表現みたいな。視聴者の皆さんのいろいろな考えが、私に入ってきた感じで、視聴者の皆様ありがとう。送っていただきありがとう。プールでは泳ぐことは好きでしょうか？まあ、そもそも泳げないという方も中にはいると思うんですが、で、実際私正直泳げません。これ撮った時現在。今の私は泳げる可能性もございます。撮った時現在の私、泳げません。これ撮った時現在の私で。今の私はもしかしたら泳げるかもしれません。ご注意ください。撮った時現在の私は泳げません。じゃあなんでプールが言ってどういうことやるの？まずそこで皆様から決まり、視聴者の皆様。これがね、ちゃーんと私も、皆様に、これ、名前個人情報なんで言えないんですけど。っていうか、一人じゃなくて二、三人なんですけどね。私が体育のプールの時間に、いわゆる体育の時間に、体育でパールをやる時間に、体育時間に、失礼しました。本当すいませんでした。なんかボランティアとか入って、視聴者の皆様に本当にご不便をおかけいたしまして申し訳ございませんでした。驚かせるつもりでやったわけではございませんので、本当に視聴者の皆様にパツンとかそういう、なんか不快な音を立ててしまい申し訳、もうビデオなんで戻したらもうまた入ってるとこ聞こえちゃうんですけど、聞こえちゃう、本当視聴者の皆様には申し訳、スピーカーからなんか変な音がしたなと、本当すいませんでした。すいませんでした。プールの体育のプールの時間と。私はこうする。ストリームラインに今日使い、紙格好。ストリームラインに、ストリームラインを中心にストリームラインとりあえず、ストリームラインを意識してやって、港字格好って言われてる。紙格好、ストリームラインを意識してやって、港字格好。こういろいろな先生から言われます。ストリームライン。これどういうことか。ストリームライン。お願いします。STREAM スペース LINE。ストリームライン。ストリームライン。これなんですけど。どういう、ストリームライン、そもそもストリームラインってどういうことか。これ、学研モバイルは英字典によると、流線形にする。これ、これだけ言われても皆様よくわからないと、思う方々。で、これ、ちょっと違うかもしれないんですけど、で皆様できる方はちょっとやってみてください。周りに物があったり、車の中で、運転しながら聞いてるとか、料理しながら聞いてるとか、まあ、もちろんそういう方も、聞いていただけるのは嬉しいんで、それでもいいんですけど、できる方はやってみてください。
いや、できない方はいいんですけどね。料理中とかなんか、身支度をしながら聞いてるとか、そういう方はいいんですけど、それやりながらで聞いていいんですけど、できる方はやってみてください。できる方はね。まず、手を上に上げてください。で、これ視聴者の皆様に、手を上に上げる。おー、いいですね。で、まずは、基本で、なんか準備体操とかでもあるかもしれない、手を上に上げて、本当の準備体操ですと手を上に上げて組んで手のひらを上に向けて伸びるというのが、これは違います。手を上に上げて、どちら、ちょっとこれ皆さんに伝わりにくかったら本当に悪いんですが、できるだけわかりやすく説明しますね。まず、どちらかの手を、これ別にどっちでもいいんですけど、右手か左手のどちらかの手のひらをもう一方の手の甲に当ててください。これでしょ、わからない方はすいません。でそういう方は、ちょっと申し訳ないんですけど、ストリームラインがわかる誰かに聞いていただくしか得ないもので申し訳ないんですけど、多分私と会える機会は多分わかんないけど、ちょっと可能性少ないと思うので申し訳ないんですけど、ちょっともしこれでもわからない場合、私にコメントいただいても私が実際に実演することは正直できないと思いますし、わからない方はちょっと実際に水泳の得意な方、または水泳の先生などに聞いていただくことをお勧めいたします。知っていればね。で、私がもう一度言いますけど、手を上に上げてどちらかの手をもう一方の、あ、どちらかの手をもう一方の、どちらかの手のひらをもう一方の手の甲に、くっつけてください。で、それで、頭より後ろに、です。頭より少し後ろに。だから頭を、その右手と左手の少し前に出す感じで。少しで、本当に少しですよ。だから、手は真上ではなく、ちょっと後ろの上ぐらい。見てください。それを水の中でやってみなと言われたんで。でも正直私、水の中でそれやったことない、とないんですけどね。わかりやすい説明を一応考えたんで、分かっていただいたら本当に私も、嬉しいんですけど、分からない方です。本当すいません。もう皆さん実演していただきました方、視聴者の方、ありがとうございました。もう大丈夫です。はい、ありがとうございました。ご協力いただきました。ありがとうございました。ということで、それで、まあ、それは基本的なものだと思いますね。それで、バタ足をする。バタ足は、足を伸ばして、足全体で、上下上下上下、パカ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 。これ最初は私足を曲げたり伸ばしたりしてバタバタやってたんですけど、誰か、これも、誰というのはもう、一人ではありませんし、大きく言えば体育の、私の学校の体育の先生に教えてもらったんですけど、体育の先生に教えてもらったんですけど、また足は、足を伸ばして、足は、足全体で、上下上下、バタ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 。お願いします。で、力は抜いてくださいということで、力は抜いてください。力を抜く。力を抜いてくださいということで。いいでしょうか。ちょっと分かりづらい方には本当に申し訳ないんですけどね。それでは、ちょっと、この二つ、ストリームラインとバタ足の、この二つのことに絞って、本当は多分もっと、泳ぎ方といえばもっと細かいいろいろなコツややり方などあると思うんですが、ちょっと私が知ってることは、私が知ってることはこれだけでして、もっと細かいものあると思うんですが、すいません、ここで終了とさせていただきます。
ちょっとあんまりさらっと少しだけではございましたがしていただき、もし、泳ぎたいと思っている方は、役に立てていただければと、参考にしていただければと思います。それでは今回は、イマジンチャンネルの創造動画第42弾、プールでの泳ぎ方というテーマでお届けしてまいりました。今回もご視聴いただき本当にどうもありがとうございました。次、第43弾では、車やら飛行機やらの音、こうという音について、これも私の想像なんで実際は違うと思いますが、私の想像でお伝えしていく予定でございますので、もしよかったらそちらも聞いて、まあ、順番通りじゃない方も聞いていただいた方もいるかもしれば、もう消えてたり何かない限り、消えてたりまたは消されてたり、そういうことがない限り何かない限りは、もう多分43段も投稿されていると思うので、まあ、順番は全然関係なく聞いていただいていいので全然大丈夫なんですけど、聞いた方もいるかも、そちらもありがとうございました。それでは、これでイマジンチャンネルの創造動画第42弾を終了いたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。